ファビオラ・デ・モラ・イ・アラゴンは、ベルギー国王ボードゥアン・一世の王妃。スペインのモラ・ハク、ゴンサーロ・デ・モラとブランカ・デ・アラゴンの三女として、マドリードで生まれた。結婚前までは、児童文学者として本を出版していた。1960年12月15日、ラーケンで、ボードゥアン・一世と結婚。ボードゥアン・一世の母ストリッド王妃が結婚の際に、身につけたというアールデコのティアラと、 バレンシアガがデザインしたドレスを着たファビオラをアメリカのタイム誌はシンデレラガールと称した。1960年代にファビオラは数回の妊娠をしたがすべて流産に終わり子供は授からなかった。敬虔なカトリック教徒であり途上国の女性、子供の福祉活動に情熱を注いだ。1993年にボドゥアン一世と種別。葬儀では カトリック国の女王にだけ許されている白装束を着用し国民の悲しみを誘った。白は個人へ感謝を捧げ復活を願う色とされており、女王のこの模服が印象的であったことから1996年にブリュッセルで起こった市民による警察への一大抗議でも白の更新のシンボルカラーとして使われた。2006年には 教皇ベネディクト16世の一般意見に出席している。ボードアン一世基金の名誉総裁を務めた。2013年1月、ファビオラが同基金を遺産相続税の支払い回避のために創設したとの疑惑が発覚、ベルギー国内の各政党から批判された。同年7月、議定のアルベール二世が退位して、老いのフィリップに王位を譲ったが、 対尉の理由の一つとして、この相続税のがれ疑惑の批判をかわすという側面も指摘されている。2014年12月5日、ブリュッセルにて放漁。86歳遺没。ありがとうございます。